ハクがめちゃめちゃいっぱいいる。ナマズもちらほらあの辺にいますよね。まあ多分トップでは来ないと思うんだけど、トップでちょっと試してみます。ほらあの辺多分黒いのがみんなナマズだと思うんだよね。ダメだね。
ハクがいるから、ギチエは全く反応しないですね。多分ワームとかだったら、かもしれないですね。トップじゃね、全然反応しなかったんで、今度はラバージグでやってみます。多分こいつでもね、そんなに反応しないと思うんですよね、こんだけハクがたくさんいれば。でも釣れないことはないんで、さあどうか。なかなか来ないな、ラバージグでも。よし、来た。来ました。やっぱラバージングですね、トップで来ないときは。うい、あ、でもそれでもちょっと大きいな。60ちょいないぐらいですかね。なんかポンポン。こいつは食い気があるやつですね。ラバージグでも食ってくるってこと。お腹ポンポンっすね。よし、ありがとう。はい、今日はね1匹釣れたんでこれで終了します。第2のナマズ群を見れたってことで今日はラッキーでしたね。やっぱりトップでね調整したんですけど、全くトップだと反応なくて、ラバージグでもね最初のうちは全然反応なくて、最後1匹何度かね気合が入ってるナマズを釣ることができました。ということで今日はここで終了したいと思います。すごいですね、これ見えますかね、これハク、めちゃくちゃハクがいて食い放題なんでね、まあ、ギジエにはなかなか来ないっていうことですよね。またいずれかはね、ここでトップで釣ってみたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。